はいさい、はいさい。今日はですね、はい、なんか事務所に新しいお友達が来てるみたいで、はい、こちら来ました。ノンフライオーブンですね。はい、ノンフライオーブン初めて見た。だからよ、ちっちゃい洗濯機かなと思ってたけど、だからよ、ずっとありましたよね、一応、何なんだろうこれって思ってたら、いよいよ携われる時が来た。これ、びっくりすることに、はい、俺が最初見た時、もう開けられてたんよ。説明書あるんだろうなと思って、中見たら何も入ってないわけよ、説明書だから使い方ちょっと調べんといけん。基本説明書読んだことないからな、何する時も。死にボタン重いぜ。あ、ケーキツアー、手羽先用ってあるよ、ほら。じゃあなんか、なんかメニューがあって、鶏肉できるな。じゃあ今回する料理は、ちなみにどういった料理をするのですか。今日はですよ、はい、昨日大雨に打たれながら買ってきた。おお、何ですかこれは。丸鶏シージャー。丸鶏シージャーですね。とりあえず3匹あるんで。3匹3は3は分1人1匹とんでもねえな、これ1人1匹やばいな。最近遠征続きでね、みんなもじゃ体力的に疲れが、あと疲労がちょっと顔に見えてくる。じゃあやりますか。はい、ってことで、組み立てでいくか。でいきますか。はい、これは下か。下やね。これがないと始まらないって。油が落ちるから油溜まるよ。あ、そういうことね、油取り。説明書必要だってね、やっぱり。これなくなってから終わったと思った一番重要なやつこれ。心臓みたいなところだな、これ。これを止めます。説明書も見つけてきた。おまじ？説明書も見つけた。説明書って大事だな。うん、だからな。オッケー。はい。で、これを刺す。刺す。オッケー。おほ。なんかこれですね。うわ、美味しそうだな、鶏の丸鶏。鶏の丸鶏。鶏の丸鶏。反対からもだよね、これ。反対からも。あ、いいんじゃん。で、オッケー。うんうん、失礼します。もう閉めて。電源ボタンを長押し。おお。メニューボタンを押して、三本線のやつ。これ？うん。もう鶏肉できた。温度が220度。はい。時間が40分。はい、オッケー。じゃあいいかい？うん。出来上がった。お、回りよる、回りよる。回ってる。すごいな。じゃあこれで待つか。はい。途中経過です。見て、めっちゃ綺麗に焼けてるよね。美味しそうだな。うん、うわ、いい肉汁ね、じわーって出てるね。これは絶対美味しい。美味しいな。あとじゃあ25分待ちます。はい、残り4分になってまいりました。鶏がすごいな。大豆うまそう。スーパーイプレだな、これ絶対。綺麗だ。音もなんか静かになってる。最後終了。いいかい、開けて。いいぞ。せーの。あら、素敵。だけどどうやって取り出そうかな。これ取りだけに取り出せないかもしれないや。な、取り扱い注意だ。取りだけに。うん。あ、取れた。よいしょ。第一弾。綺麗だな。一匹目出来上がり。パリパリパリか。うわ。やっちゃってんね。パワーパリ。これ抜いていいですか。はい。あちこ。よっしゃ。綺麗だな。焼かれた君は美しい。じゃあ、テンピックやりますか。はい、やるよ。はい、じゃあ同じようにまた取りセット。はい、じゃあこれでも、これも40分。はい、で、あと1個ももう完成間近。はい、なので次が3つ目。逆チキンライスっすよ。逆チキンライス。はい。どういうこと。中に詰める。あ、米を。米を。面白いね。
お、なんかこの玉ねぎ美味しそう。新玉ちゃん、みずみずしい。頭と尻尾落とさないんだね。俺もうここ切っちゃう。あ、こっちをもう、うん、いつも切っちゃう。そしたらもうあと皮むくだけだから。森さんどっかで料理してたんすか？うん、飲食店も経験なし。なし。すごい、料理とかやったことない。米も欲しいな。みんちゃん温かくていいよ。よし、オッケー。これでもう米開けてもらえるとめっちゃ助かります。甘茶色みたいな、なんか色なるまでって。きつね色な。そうそれ。甘茶色みたいな。よし、すぐ。パパ。マジコンソメがない。事件。大体コンソメないはず。おい。具材だけでこの量ってやばいだろ。いいじゃん。米、米でフェスティバル。ていうか最近コメントでバンバンとパンチ仲悪いのみたいな、なんか不仲みたいな。仲悪いお前なんか。こんな楽しそうに喋ってるのに仲悪いと思いますか？遠征行ったのに。じゃあカメラ止まったら殴り始まるから。これいい感じだ。いい感じかも。味見ごわ。はい、味見ごわ。あ、胡椒入れた？入れてる。あ、鶏に仕入れよった。美味しいと思う。あの、美味しい最後。うおうお、かつい大豆。お前これ多分お今のはヤバいぞ。辛い系が好きなんだね。うん、うん、やばい。胡椒。やばい、入った。男味なったな。味で話が分裂したから不仲かもしれない。不仲だこれ。じゃあ出しましょうか。はい、分かりました。熱くないよ。ふ、二つ目。二つ目完成。これ便利だなマジで。これ上等。上等やつだ。欲しい家に。わかる。一家に一台これは欲しいタイプ。うん、このピラフを。ピラフを詰めていくんですよね。次。入るか。入らんな。これ下から出てくる、もしかして。お尻穴開いてる。あ、お尻穴開いてるけど塞いでるっすね。もう限界かな、そろそろ。やば。いいんじゃん。いいよ、いいよ、パンチいいよ。いい感じ。濡れてる、濡れてる。あ、で、これか、最後。下来た。いいじゃん。で、最後。書いたんで、重い。じゃあ、入れるよ。はい。はい、や、よっしゃ。で、やる？うん、お願いします。メニュー、あ、もうそっか。せーの、ピー。さあ、回転してます。さて、中のピラフはこぼれずに焼くことができるのか。重そうだけど、なんか回転が一定だぜ。ほんとだ、ボルン、ボルンってならないね。一番いいんじゃん。あと40分。はい、待ちます。はい、次はタレを作ります。クックパッド見たら、はい、長ネギ10センチ使うって書かれてるんで、うん、今から10センチ切ります。ワンバンは料理は家で。家でやらんよ。あ、やらないんだ。カレーだけ、具なしカレー。でもあれ、自分
ゴロゴロしてるカレーより具がないカレーが好き。マジ？米もないぜ、うん、寂しいな。具なし、米なし。たまに作りたい時期作る。沖縄そばとかたまに作ったりするぜ。へえ。お湯入れるだけ作るっていうのか。はい、次はこちら大さじ3杯七味入れます。七味？ごま、うん、大さじ3で、ごま油。ごま油を大さじ3ね。3回転ぐらいなのよ。これぐらい。1、2、3。これぐらい。醤油を 2.5。 2.5 粉だしを小さじ1杯。次、白ごまも大さじ1杯。なんか大体の感覚で分かるよね。うん。ニンニクチューブ 1.5、 小さじ 1.5。 よし、 OK。 これをこれで完成って。タレ、あ、でもなんかそれっぽい匂い。鶏一匹でこれ少ないよな。確かにもうワンセット、もう一回同じ工程やるか。はい、今辛い方の出汁が出来上がりました。これちょっとお湯入れたんだよね。そう、ちょっと今出汁の素が混ざりにくかったからちょっとだけお湯入れた気持ちね。うまそう。ちょっと試し食いするかね。辛くない？マジ？うん。焼肉とかの上に乗せたら美味しいだろうなって感じのタレだった。牛タンの上。うん、うまっ。うまいな。で、次が照り焼きのタレ。醤油3杯、酒、みりん、砂糖、OK。 じゃあいきます。おろし生姜からいきます。うん。少々ひーちゃがま。え？おー、少々あ、2杯分ね。うん。だから少々、蜂蜜1/2。これが今大さじ1/2ぐらいの。ちょっと1個こんなもんでいいか。きびだと大さじ1杯。これだ。みりんは、はい、大さじ2杯。酒を大さじ 2.5。 醤油大さじ3杯。いくよ。ブレンドでちょっと濃厚な醤油も少し入れます。はい。これを混ぜるとどうなるだろう。最後加熱しないといけない。これ確かこいつ砂糖が入ってるさ。で、これちょっと焼く。私ね、照り焼きのタレをここに入れて少し炙ります。こんなタレ初めて作ったかも。照り焼きって普段生活では作らないよね。作らんの。完成。いい匂いするぜ。味見をしてみる。味見だな。いきます。なんということでしょう。めちゃくちゃ美味しいでございます。マジ？香りもいい。本当だ。なんか美味しいよな。完璧でした。感じたことない照り焼きだ。食べていい？はい。ただ鶏がでかいから味ちょっと濃いめにしたのはある。いいんじゃない？大丈夫っすか？甘い。煮つけっぽいけど。あ、そう、砂糖。確かに煮つけに近いかも。じゃああとは鶏に最後かけて。あと20分後。そうだな、20分後に食べ始めるか。じゃあもう少し待ちましょう。はい。パンチすっごいうまそうだぜ。今までの鶏の中で一番いいかもしれん、焼き具合。マジ？やば。でも残り1分で出来上がる。やば。エッグ来た。終了。じゃあパンチオープンしてもらってもよかですか？いいかい？いいぜ。せーの、来た。やばい。あ、すごっ。これはやばい。やば。ジュクジュクしてる。とっても出していいかい？いいよ、いいよ、どうでもいいよ。うわうまっそ。すごい。
これはやばいだろう。これはやばいな。やっていいことと悪いことの中間だな、これは。やば、匂いも素晴らしい。すごい。なんじゃこりゃ。完璧だな。じゃあさっきのタレ、うん、1個パンチにお願いして1個つけよう。はい。じゃあ自分は旨辛の方。旨辛。で、俺は照り焼きの方。入れてから、もんで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 。オッケー、これで味付け完了です。それやりたかっただけ。じゃあ、お皿に出していきますか。はい。はい、はい、どっちからいきましょう。こっちが照り焼き。でもちょっと冷めてるっすね、やっぱり。うん、1個40分かかってるから。生っぽさはないですか。全然。皮うまそう。って言ったら皮だけ。ちょっと食べてみて。うん。いただきます。どうぞ。うまい。うまい。普通にうまい。へえ。照り焼きめっちゃ好きかも。パンチ一回食ってみ、これビビるぜ。ビビっていい。やばいぞ。うん、うまっ。うまいよな。うまい、これ。これマジでうまいかも。俺さんも食べてみて。珍味化したいよな。うん、おいしい。うまい、うまい、うまい。うまいよね。オープンしていいかい。いいぜ。逆チキンライス。あら、いくよ。せー、うおー、うわー、えぐっ、うまそう。あ、すごっ、パンパン入ってる。だし出てそう。やばいな、これ。食べようぜ。変わってるのかな、味。まあ、ジューシーみたいになってそう。ああ、匂いはそのまま。どうですか。うん、美味しくなってる。マジ。いただきます。うん、チキン出汁になってる。チキン出汁になってる。チキン出汁が出てる。すごい、うまっ。美味しい。あ、いいね、この食べ方。いただきます。やばいな。やばい。今まで食べた中でどんぐらい美味しいか、ね、世界一は嘘って言われるから日本一。じゃあ、大鳥いくか。こいつ、こいつね、辛いやつ。温めるか。あ、温めてもいいっすね。温めたら美味しそうだよな。ね、じゃあ温めます。はい、はいはい、完成。完成いたしました。美味しく食べるためにチンしましたね。レジでチンした。うまかったね。いや、もうほろほろ。じゃあお先にいただきます。どうぞ。うん、聞いてる。やばい、やばい。店で出せる。マジ、うん、うまい、これマジで美味しい。マジ食べて、これ。うん、すごい、超うまい。いい辛さ。うん、うま辛。うまいよね。で、バンバンも。いただきます。めっちゃうまいやし。やばいよね。やば、マジ店出せる。ねえ、ビールマジ欲しいな。ビール欲しくなる味だよね、これ、うん、うわ、かぶりついた。やばい、うまそう。最高だな。ねえ、じゃあ食べていきますか。はい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃがつくほど美味しかった。美味しかった。美味しかったね。鶏がすごい、なんかタレを引き出したりとか、米を活かしてて超かっこいい量になってた。でとりあえず半分食べて、全部半分は他のメンバー、はい、今外行ってるメンバーだけど、帰ってきたらあげようかなと。では今回は丸鶏回転丸焼き機械。待ってよ、もう一回。今回はノンフライオーブンで丸鶏丸焼き回転回転焼き回転焼きしていた。でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。